ポール・ロンドンはアメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州オースティン出身。身長176センチメートル、体重93キログラム。1999年にプロレスデビュー。ローに参戦し、華麗な空中儀で注目され始める。2003年1月からは WWE に入ったレオナルド・スパン・キーの代わりでゼロワンに参戦するため初来日。 コーナーポスト最上段から場外にシューティングスタープレスを披露するなど観客を大いに沸かした。同年の中盤に WWE と契約を果たした。TEB 中継されないダークマッチに数試合出場後、同年8月30日、WWE の下部組織の大ベニー席。2003年の10月9日に WWE に昇格し、 スマックダウンにブロックレスナーとの WWE 王座をかけた試合で初登場。初期のうちはスパンキーとタッグチームを結成していたが、スパンキーが WWE を離脱した後はビリー・キッドマンとタッグチームを結成。2004年7月8日にはダッドリー・ボーイズから WWE タッグ王座を奪取し、8月に行われたサマースラムにも出場。レーミステリオ。 キットマンと組ダとリー・ボーイズを相手に勝利を収めた。しかし、同年、9月9日のスマックダウンにて、パートナーのキットマンの裏切りを受けれネデュープリー、鈴木健三組に、同王座を奪われてしまう。またこの裏切りを受け、キットマンとは、同年10月3日のノーマーシーにて対戦するも、シューティングスタープレスを喰らい長期欠場に入る。2005年5月31日、 バトルロイヤルにおいて、クルーザー級王座を奪取。8月に、南ジオに奪われた。その後ブライアン・ケンドリックにリングネームを、改めて WWE に復帰した、スパンキーとタッグチームを結成し、MNM との連戦などで、クルーザー級戦線を賑わせる。2006年のジャッジメントデーでは、ケンドリックと組み MNM を倒し、自身にとって2度目の WWE タッグ王座を、 獲得。一年近く防衛し、WWE 史上最も長い防衛記録を樹立した。2007年にはドラフトで、ケンドリックと共に、RAW に移籍。引き続き、ケンドリックをパートナーに、タッグ部門で活躍する。9月5日に行われた RAW のハウスショーで、ケイドマードックを下し初の世界タッグ王座を獲得するも、3日後のハウスショーにてすぐに、 奪い返されている。2007年後期は足の負傷により欠場し、2008年2月に復帰。再度、ケンドリックとのタッグチームを指導させたが、泣かず飛ばずの状態が長く続いた。2008年6月のドラフトでは、ケンドリックがスマックダウンに移籍したため、タッグチームは自然消滅。シングルプレイヤーとして奮闘していたが、11月7日に、 WWE を解雇された。2009年より PWG を主戦とし、最初の数ヶ月にはシングルとしてメインに出場する機会が多かったものの、徐々に中堅となっていった。2010年よりエルジェネリコとペリーグロ・アブイ・ハースなるタッグチームを結成。5月に行われた DDT4 トーナメントを優勝と同時に PWG 世界タッグ王座を獲得。 それから約1年間ベルトを防衛。2010年12月、ルチャリブレ USA にて、TJ パーキンスのマスクマンディミック、シリスティコを引き継ぎ参戦。2012年、プロレスリング、ノアのニッテレジーハイ総脱ジュニアヘビー級、タックリーグ戦にザック、セイバージュニアとのタックで出場。以後は、アメリカやヨーロッパのインディー団体を転戦し、2019年に、 インパクトレスリングのプロデューサーに就任した w w e p w g p ほか、米インディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。